岩井田橋は、東京都千代田区の皇居外苑南側にある土橋で、ある。ほぼ西北西東南東の日比谷堀に直行し、北北東南南西の内堀通りを渡す。1906年、日露戦争の戦勝を祝して、皇居外苑を縦断する外線道路が作られることになり、日比谷堀の部分は、外苑南側の石垣を崩して建設された。 一般的な橋と異なり橋の下に空間はなく、堀を分断する堤防のような構造である。元橋で分断された日比谷堀の西側は外線号と呼ばれるようになった。橋名は皇居外縁側の旧町名である岩井田町から取られた。外線道路は現在は内堀通りと呼ばれている。皇居外縁の空撮写真。 画面下端のやや左で堀を渡るのが、岩井田橋、元橋北側は、皇居外縁、南東は、日比谷公園、南西は、霞ヶ関一丁目となる。岩井田橋は、橋と共に交差点名としても著名である。南岸は、内堀通りと晴海通りが交差する、岩井田橋交差点で、昭和30年代には、都内随一の交通量が集まり、渋滞の名所として知られた。 毎週日曜日の午前10時から午後4時は、元橋を含む岩井田橋交差点から、日向門交差点にかけての内堀通りは、自転車道として開放され、自動車の通行が規制される。ありがとうございます。